国会定例行動ですが、今日はデジタル関連6法案反対、高齢者医療費2倍化、医療法、健康保険法改悪反対、この行動として取り組みたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。司会を務めます伝統連の中山です。それでは最初に最初挨拶を国民大運動実行委員会代表世話人で新日本婦人の会会長の米山敦子さんからお願いいたします。お集まりの皆さん、こんにちは。国会が緊迫する中、連日行動が組まれています。今日はお集まりいただき本当にご苦労様です。本日の国会前行動は、安保法中央実行委員会、中央地方庁、国民大運動実行委員会と雇用共同アクションデジタル改革関連法案反対連絡会、この4社の主催で開かれています。今日4月7日は、政府が初めて緊急事態宣言を発令して丸1年になります。新型コロナの感染拡大は収まらず、大阪や兵庫、宮城では緊急事態に準ずる措置が取られています。変異ウイルスや再拡大への対策が待ったなしに急がれる中、菅政権が命と暮らし、憲法を壊す重大な法案を一気に通そうとしていることは許されることではありません。光と抗議の声を上げ、急いで運動を広げる決意を皆さんと共に固めて行動にしたいと思います。昨日は衆院本会議でデジタル関連法案の採択が強行され、自民公明など賛成多数で衆院を通過してしまいました。この間の短い審議の中でも、内閣総理大臣をトップに置いた強力なデジタル庁を設置で、マイナンバー制度を軸に多様な個人情報を一元管理し、民間企業による個人情報の利活用や政府と警察による市民監視を可能にするなど、危険な狙いも明らかになってきました。憲法9条に保障されている個人のプライバシー権保護の規定もなく、関連法を束ねた膨大な法案を半数時間にも満たない審議で採決するのはあまりにも乱暴です。こんな国会軽視は絶対に許されることではありません。またコロナ禍で医療分野の脆弱化が浮き彫りとなり、支援と拡充こそ求められる時に、あろうことか政府が旗を振って医療破壊を進めるなど、とんでもありません。370万人対象と言われていますが、75歳以上の高齢者の医療費の窓口負担を2倍にする法案、これはもうただでさえコロナ禍で進む高齢者の受診控えに追い打ちをかけるもの。しかもこの4月からは公的年金は減らされ、介護保険料は値上げされ、と暮らしはかなり圧迫されています。病床削減推進法案、これも消費税収を最低に補助金までつけて、病床削減や公立公的病院の大変化法を推進される、とんでもない悪法です。私とも新日本婦人会も婦人の会も、3月末に開いた中央委員会で医療改悪2法案、市民監視のデジタル関連法案廃止のために共同広げ、全力を挙げて取り組むことを決意しました。今、署名や地元議員への要請なども強めています。メディアはオリンピック・パラリンピックの聖火リレーなどは時間を取って報道しますが、これらの法案についてほとんど報道していません。まだまだ知られていません。本日の行動力に、これらの法案への反対の声を広げ、廃案に追い込む、その力になるよう願い、
主催者挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。続いて国会情勢報告を日本共産党国会委員の吉田さんからお願いいたします。お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党参議院議員の私、伊藤岳でございます。いよいよコロナ第4波が襲いかかりつつあります。今政府はこの第4波に備えて各県自治体に病床をこれまでの2倍確保しようということを要請をしております。私の地元埼玉県の大野知事からも早速要望をいただきました。これまで病床を増やすことがどれだけ大変だったか、さらにこの倍にしろというのはもう天文学的な数字だと、そして具体的にどうすればいいのかということを政府は示す必要があるんではないかという要望でございました。しかも皆さん、大野知事は病床は増やせと言いながら、これまで様々な支援があった助成補助金などを3月に続々に打ち切ってしまう、病床は増やせ、金は出さない、なんだこれはと言って怒っていらっしゃいます。皆さん、本気でコロナの対応をするためが今の政府にあるんでしょうか。参議院で新年度の予算が通過したのが3月の末でした。先日驚いたニュースを聞きましたよ皆さん。なんと自民党の二階幹事長が補正予算を組む必要が出てきたってんです。野党が市民が新年度の予算にはコロナ対応がないと言ってきた、その下の根も乾かないというか、開いた口が塞がないってこのことだと思いましたけれども、ご用意した予算通過してまだ1ヶ月も経たないのに今の予算では足らないということを自民党の幹事長があからさまに表明したことになるじゃありませんか。もうこういう政府には退陣をしてもらうしかないと思います。コロナの対応、そして国民の命と暮らしを守るために、いよいよ新しい政府、野党の新しい政治を作ることが求められているんじゃないでしょうか。明日からは広島、長野で補選が始まります。週を明けると北海道の2区の選挙が始まります。これら3つの選挙で与党を押し倒し、野党の勝利を勝ち取っていきたい。どうか皆さん、ご協力ご支援をよろしくお願い申し上げます。さて皆さん、これから国会は医療高齢者医療費2倍化法案とデジタル法案の審議が参議院では焦点になってまいります。85歳の方がこの医療費2倍化によって1万円の負担をしなきゃならないというお年寄りが出てまいります。皆さん、年を取ったらお疲れ様でしたというのが本来政治の役割じゃありませんか。ところが年を取ったらお金をさらに負担してくれ、これはもう政治のやることではないのではないでしょうか。しかも医療費が上がったらアンケートでいうと3割の方が受診を控えると言っています。これまでコロナで受診を控えて、いざという時には重症化していたというお年寄りがたくさんいるというのに、さらにそういう事態を広げることになるんじゃないでしょうか。断じて高齢者医療費2倍化食い止めなきゃならないと思います。デジタル法案も国民にとって大変重大な中身が含まれています。とりわけ私、3つの大きな問題があると思うんです。1つは個人情報が全く置き去りだということですよ。自治体がさまざま個人情報を守るための条例を定めていますが、その条例すら認めないという中身が今度の法案には含まれています。さらに個人情報が置き去りにされる可能性があります。2つ目は自治体のさまざまな独自施策が縛りをかけられる可能性があるということです。情報システムの共通化として一つのクラウドというシステムで全国と自治体を結ぶことになります。そのクラウドにはない、例えば子ども
供の医療費の女性のチョコ出しだとか、3人目のお子さんの補助だとか、そういうものはそのクラウドのシステムにないですから、そういう自治体がこれまで頑張ってやってきた独自の施策がなしにされるという可能性が出てまいります。これが2つ目です。そして3つ目はデジタル化の名のもとに現場の自治体の窓口の職員を減らして、マンパワーじゃなくデジタルに頼る大変な自治体職場に変えられようとする、これも問題点だと思います。こうした問題点を国会で追及をしながら、皆さんとご一緒に改善を目指して頑張ってまいりたいと思います。厚労省のなんとか会も広かった、総務省の接待も広い、皆さんもうこういう政治終わりにさせようじゃありませんか。ご一緒に頑張る決意を申し上げまして、私伊藤学からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて決意表明に移ります。雇用共同アクションからネットワークユニオン東京都議長の寺尾智美さんです。皆さんこんにちは。日差しがきつくなってまいりました。日焼けに注意しながら、このお昼の時間ともに頑張っていきたいと思います。ご紹介いただいたネットワークユニオン東京の寺尾と申します。ジョブ団体がない本当に小さな個人加盟の労働組合です。で、私たちの組合にはなぜか分かりませんけれども IT エンジニアが、いろんな会社に所属してますけれども、組合員として存在しています。本当に呆れてしまうんですけれども、何でも、ネットでポチ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 アプリダウンロードしてポチ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 、なんか規約に同意しましたってやって、で規約に同意していろんな情報をもう全部持ってかれ放題持っていかれているという、そういう、デジタルのこの敷居の低さというのをなんとかなんないかとずっと危惧はしているんですが、ただ、組合員ですからその会社の評価システムをポチ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 パソコン上でやって、なんか同意をしなければ次に画面が進めないというような状況があって、結局会社の言う通りにされてしまうということについてはさすがに不満を持っていて、そういうのはよろしくないんじゃないかということを軽んじて言っているという、まあ、そういう割とのんびりした組合なんですが、今日申し上げたいことはですね、個人情報が政府に持ってかれてしまう、これが本当に問題だというお話、先ほど来また先日来あるんですけれども、なんとなくですね、世間一般の方は、まあ、税金だとか年金だとかそういった情報ってもともと国のものなんだから持ってかれてもしょうがないかなというふうに思ってらっしゃるところあるかもしれません。ところが国のもともと国に関係が深い情報だけじゃなくって、やろうと思ったらそれ以外の情報だって全部一箇所でまとめることができる、もうまとまっているということをちょっと、この間の危惧を申し上げたいと思います。就職するとき、新卒で就職するとき、ほとんどの大学生はリクナビにエントリーします。そこでまず個人情報が一箇所で集約されるんですね。で転職しようと思ったらリクナビネクストとかトドドイとか、そこでも情報をゲットされます。で社会生活に営む中で、じゃあ、もっといいところに就職したい、あるいはもっと給料を上げてほしいということで、じゃあ資格でも取ろうかということで稽古と学ぶ、これにちょっとアクセスしてなんかいい資格を取ろうかと思ったりします。車買おうかなと思ったらカーセンサーというのがありますよね。家が欲しいなと思ったら住むとか住宅情報の関係があります。それから旅行に行こうと思ったら海外だとエビロード、それから国内だとジャラというのがありますし、これ実はリクルートという会社が全部情報持ってます。リクルートという会社が出している媒体に全部情報がつながるんですね。一民間企業が
私たちの社会生活のあらゆる場面で情報をゲットするという状況がもうすでに起きています。さらに一番問題だなというふうに思っているのが、さっき就職試験の時に、陸のびゲットにするというふうに申し上げたけれど、陸のびと同時にですね STI 検査というのを受ける人がたくさんいると思うんですね。STI 検査、これ、数学的な能力とそれから国語的な能力と測ると同時に性格検査というのがあるんです。実はこの性格検査、見る人が見るとなんと、精神疾患の傾向とか確率というのが読めてしまうものなんですね。これも実はリクルートの関連会社がやっています。今は一企業の中でそういうものがやろうと思ったらまとめて把握できる、つまり一個人の生活、社会生活が全部データ化されるという、そういうことがやろうと思ったらできるという状況ではありますが、これデジタル庁とかできて関連法案通ってしまって、国がその情報を出せと命令したときに、この会社は拒めますでしょうか。あるいは人会業界、非常にこう態度の悪い人がいますので、もう竹中平蔵さんとかっていうああいう横島な人のように、会社に持っている情報を国に喜んで差し出されたりなんかしたらたまったものではありません。もうすでに STI っていうのは数十年歴史がありますから、親子3代、場合によっては4代のデータが蓄積されて、 AI なんかが分析していると、この人の息子は娘はどうだこうだということまで全部丸裸にされてしまう、そういう状況がすでに年金や税金だけでなく、やろうと思ったらできるというスタンバイされている状況の中で、こういう法案が通されてしまうということは非常に怖いと思います。私たちは国に管理されない権利があるはずです。その権利のために厳しい戦いですけれども、私たちできることを精一杯やっていきたいと考えます、ということで決意表明に返させていただきます。以上です。どうもありがとうございました。伊藤学議員、ここで国会に戻られます。共に戦う決意を込めて拍手でお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。決意表明、寺尾さん、どうもありがとうございました。続いて東京都県一般労働組合初期市長の木村潮人さんです。集会参加の皆さん、お疲れ様です。私は、東京都内で働く、建設職人11万人で、組織をする労働組合、東京都県一般労働組合の木村と申します。私たちは全労連、自治労連、全省連、東京地方などの仲間とともにマイナンバー制度反対連絡会を組織しまして、定例の新宿西口宣伝、院内集会や議員レクチャーなどに取り組んでいます。またこの3月にはデジタル改革関連法反対連絡会にも合流をいたしまして、今国会での法案提出反対する取り組みを行っております。私たち建設業においては、今建設キャリアアップシステムという就業履歴管理のシステムが2019年の4月から本格運用をされています。このシステムは全国の建設職人の仕事の履歴をシステムに蓄積をして、技能賃金評価に役立てようとするものでありまして、平均賃金が非常に低く、経験技能の蓄積が賃金に結びつく、そういった建設業の中にあって技能に見合った賃金の実現に役立つということで、私たち労働組合も普及を大いに呼びかけているところです。しかしこの建設キャリアアップシステムに登録をされた個人情報にもマイナンバーを紐付けをする、2023年には情報をマイナポータルで閲覧できるようにしようとする検討が進められています。職人の適正評価、適正賃金を実現するための私たちのキャリアアップシステムが国民管理の道具に使われようとしている。これに私たちは大きな危惧を抱いております。政府はかねてから、国民創生番号制の実現を手を変え品を変え進めようとしては失敗してきました。そして今、安倍政権、菅政権の大きな後ろ盾を得て、よみがえり、
かつてない規模で進められようとしているのがマイナンバーであり、これをさらに固定化、強化しようとしているのが今の国会で審議されているデジタル改革関連法案やデジタル庁設置法案だと思います。我が国では監視社会化が急速に進んでいます。長年にわたる国民を管理する野望を政府は今必死に実現しようとしていると思います。さて、政府は3月の下旬からマイナンバーカードを保険証の代わりに使用開始できるとしていましたが、これを10月まで延期すると発表しました。マイナポータルの閲覧ができなかったり、ひどい場合は他人の情報が表示される、こういった不具合が発生したからです。マイナポータルには3月から特定健診の情報、10月からは薬の情報や人工透析、HIV ウイルスなどの高肥料の情報も掲載されることになっていました。こうした秘密性の高い個人情報が単純な入力誤りによって人の目にさらされる可能性があるシステム、こんなものに安心して私たちの大事な個人情報を委ねることができるでしょうか。私たち仲間で組織するマイナンバー反対連絡会では、新宿駅の西口で定例祈祷宣伝を行っています。この前の宣伝では通りかかった看護師の方がデータの打ち間違いなど医療業界では非常に忙しいので日常茶飯事なんだというふうに言っていました。国民に内実がバレたら困るから、10月まであと半年、非常に短い中で急いで国は規制事実化を図っているのだとしか思えません。政府はコロナ禍における国民の支援が後手後手になっている理由をマイナンバーカードの普及が遅れて電子申請が進まないせいだというふうに言っています。しかし私は全く違うと思います。政府が自分たちの都合ばかりを優先して困っている人を助けようという気持ちがない、そして税金は私たち国民が払ったもので国民が必要なことに使わなければならない、こういった意識がないからだと思います。マイナンバーカードをみんなが持ち歩く国に向けての準備だけは怠らない、本当に誰のために政治を行っているのか大きな疑問だと思います。マイナンバー制度のこれ以上の利活用をさせない、さらにデジタル監視国家を完成させるデジタル改革関連法案の成立を許さないために、私たちは皆さんと共に奮闘することを申し上げ発言といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続いて、日本高齢期運動連絡会代表委員の菅谷正美さんです。皆さんご苦労様です。高齢期運動連絡会を代表して一言話したいと思います。政府は75歳以上の高齢者の患者負担を2倍にしていいと考えている。とんでもないことじゃないでしょうか。今日本で医療は本当に保障されているんでしょうか。この東京23区だけでも1年間でおよそ5000人の孤独死があります。一つの区で何百人とあるんです。このコロナの中で何が起こったでしょうか。あの1月にはコロナの状態が悪化して入院の必要があるけれども受け入れ先がない、病院に到達せずに亡くなった方が何人もいます。そういう中で国がやらなければならないのは何なのか。医療体制をさらに充実させること、医療にかかるためのハードルを下げること。ところが今国はどんな相談をしているんでしょうか。一方でコロナ病床を増やせと言いながら病院の病床数を減らす相談をしているのはどこでしょうか。医師の陽性数まで減らそうとしているのはどこでしょうか。その上高齢者の窓口負担を2倍にする。私たちがアンケートを取りました。2700人から来たアンケートの中でおよそ3割が何らかの形で受診を控えざるを得ないけれども、それ以外に控えないって人の記述欄がまた深刻なんです。病院へ行くのをやめたら命に関わると、暮らしを削るしかないって。こういう政策、
絶対止めるしかない。保険って何なんでしょうか。健康保険は保険じゃないんでしょうか。保険の基本はリスクに備えることです。リスクに陥った時にさらに負担を強いる保険、保険の基本に反してるんじゃないでしょうか。先進諸国の多くが医療保険は窓口無料とか低い定額とかさまざまな制度を設けて、いよいよ病気になった時の負担を減らす工夫をいっぱいしています。なぜ日本にできないんでしょうか。それによって福祉用はおよそ800億円台だという。軍事費は5兆今年は3000億くらいですか。 1.6% くらいじゃないですか。軍事費をほんの痕跡程度削れば高齢者の窓口負担2倍なんかしないで済む。私たちはこの政策絶対変えさせない。最後まで戦いに行きたいと思います。明日もここで集会があります。16日にも22日にも波状国会行動、ぜひ今日来て明日また来るの大変だと思いますけれども、ぜひ明日も同じ時間にここに集まってください。ぜひ断念に追い込みましょう。そしてもし強行するようであったら、そういう強行するような政府今度の総選挙でひっくり返す、そういう決意で戦い抜きたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。3人の皆さんの決意表明に連帯して戦いを大きく進めようではありませんか。続いて、本集会への連帯のご挨拶を、デジタル監視法案に反対する法律家ネットワーク萩尾健太先生から、弁護士から、訴えていただき、連帯のご挨拶をお願いしたいと思います。ご質問の皆さん、大変お疲れ様です。本日は、法律家ネットワークをから派遣されましてやってまいりました弁護士の萩尾健太です。このデジタル監視法に反対する法律家ネットワーク、6つの法律家団体、今まで6団体と言ってたんですが、それに加え住居保護法対策弁護団、共謀罪対策弁護団、そして、学者法学者の先生方なども加わってやっております。ただ私としましてはですね、本日大変、この国会に来るにあたってやっぱり去年からのこのコロナ禍何だったんだろうと思い返した時にですね、多額の税金を使って取っていただいたものは大切にしたいと思って、でこのマスク、本当はアベノマスクなんですが、安倍さん我々の運動の成果あって退陣させました。で次の菅も退陣させたいというふうに思って菅のマスクをつけております。皆さんやっぱりね、戦いは退陣させることができるんです。今このデジタル監視法は不当にも昨日採決されてしまいました。で参議院に送られていますけれども、実は向こうの狙いは3月中にこのデジタル法案を上げると、衆議院で通すということだった。それをなんとか6日遅らせたんじゃないですか。でこのさらに参議院で粘っていけばですね、ゴールデンウィークに突入する、その間地域から世論を広げていけば、これを阻止できる展望が開けてくるというふうに思います。共に頑張っていきましょう。私として訴えたいのは、このデジタル監視法、デジタル庁法案やマイナンバーを改定、そしてデジタル社会法案などを含まれています。大体デジタル社会というふうに銘打ってですね、今までの社会の在り方を変えてしまおうとしている、これが重大な問題だというふうに思います。そしてこのデジタル庁法ですね、これ今までの省庁とは違うんだということを言っています。これまでの各省よりも一段高いところに、
総長を作ったんだと。で、内閣総理大臣が直接これを責任を持つと、まあ、そのもとにデジタル担当大臣というのがいますけれども、これが各省庁に対して勧告をする、そして各省庁はそれを尊重する義務を持つということで、実は非常にトップダウンのですね、そういう仕組みを作ろうとして、これを縦割り競争を破るんだというふうに言ってですね、政府は美化しようとしているのですが、とんでもない。実は日本の歴史、日本国憲法は司法集権的な大日本帝国憲法の体制、これをもとで軍部の独走を許し、そして戦争に突き進んだ、その反省に立ってですね、徹底的に軍権的な体制を取るというふうになっています。そういうことで各省、内閣総理大臣も国会の指名に基づく、そして各省庁も独立し、さらに地方については地方自治というのが憲法に明記されているわけです。ところがこういう仕組みを変えてしまうデジタル社会を作るというのが今回の法律、この危険な本質があるわけです。デジタル大臣のもとにですね、デジタル官というものを設けるというふうにしています。デジタル官の官はですね、官僚の官じゃなくて、まさに監視の官なんですね。で、それは民間人を登用するんだというふうに言ってまして、これ非常に異例なこと、事務次官クラスに官僚でなくて民間人を入れるというふうになっている。まあ、実はですね、いろんな公的な機関があって、これ民間の人がトップになっている機関っていうのも結構あるんですね。例えば、中央労働委員会とかですね、民間というか、学者さんがなったりするわけです。でそういうのはいろんな形で国会の同意が必要であったり、そういうふうな民主的なコントロールが働くわけです。ところがそういった仕組みがないもとでですね、内閣直結でやられてしまう。しかもそれが一つの狙いだというふうに思います。民間の人を入れて結局財界と直結するんだというふうに考えざるを得ません。しかし過去の歴史を見るとですね、こういうやり方って実は人もうまくいってないわけですね。郵政民営化の時にはトップに民間の人を入れて、郵政民営化の直前ですか、それで民間のやり方に学ぶんだというふうに言ってですね、何をやったか、郵便局の中で導線の線を引いて、ここを歩きなさいと、これが豊田方針だというふうに言ってですね、全然現場に合わないことをやって混乱し、で民間の悪いところと官の上位下脱、民間の利益優先、官の上位下脱とかミックスした、悪いとこ取りになってですね、それはああいうパワハラ職場になってしまったと。自殺者も過労自殺者もパワハラ自殺者も出すような、そういうデジタル庁も将来考えられるわけです。で民間から500名の職員のうち民間から100人雇用するというふうに言ってて、もう気が早いことにもう30人ぐらい内定したというふうに報道されています。しっかり法案が成立して9月にデジタル庁を発足することを前提にしてるわけですね。で、これもしかし非常勤職員、基幹業務職員になるんだというふうに思いますけれども、でこれ結局、3年経ったら、配置替えなんですね、あるいは辞めるか、こういう民間の人たちが入って、しかしきちんと義務が保障されないもとで入れ替わってしまう、これ情報がですね流出してしまうじゃないですか、こんなことをしていたら。しかしここで集まる情報っていうのは非常に重大な情報がどんどん集まってくるわけなんです。マイナンバーに紐付けされればピッチは警察の前科前歴の情報から、そして今までお話のあったまさに健康保険の情報、病歴、そして学校での成績の情報まで集まってきてしまうわけです。こういうのを全部一括して、これが漏れてしまったらどうするのか。一方で残りの400人の職員については、国家公務員の各職場から執行というふうに先ほどお話を聞きました。今でさえ人手不足で国家公務員の皆さん大変なことになっていると思います。これはどんどん人が取られてしまう、そういうことで、どうなってしまうのか。このそういう制度自体がですね、拙速でもう失敗するのが目に見えている
な独裁家が来るということを、彼の観点だけが進んでしまうということですね。で、このさらにデジタル庁で韓国その尊重ということを通じて、各省庁だけではない、それが総務省などを通じて自治体やさらに公共的な立場ということで、医療機関そして、教育機関にまで及んでいくというふうに言われています。これまたとんでもないことでですね、教育の現場では、皆さんの方が詳しいというふうに思うんですけれども、もう通学校などでも、iPad などが配られるというふうになっていっています。それもね、教育に役立つ面もあるとは思うのですが、大体小さい子どもがそういうのをずっと見ていて、その発達やあるいは視力に経験がないのか、まだ未解明な部分がいっぱいあるところですが、やっぱり利権につながると、あの業者の利権につながるということで導入されていってしまう。そしてそこで集められた成績などの情報、あるいは医療機関でのその病気などの情報、こういったものを使って、もう SF の世界では言われていることですけれども、この子供はもう将来、障害もあって展望もないから、お金がかけないようにしようみたいな風にですね、選別されてしまう、そういうことにすらつながりかねない、こんなことも出されてしまうデジタル社会、これを絶対に許してはならないというふうに思います。我々、戦いは勝利できるというふうに思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。日程についてお知らせをいたします。デジタル安全法案の審議ですけれども、4月の14日、参議院本会議を皮切りに審議入りします。20日から委員会審議が始まり、与党は5回の審議で挙げたいと、こういうふうに言っているそうです。今日この集会の後、参議院内閣委員会の委員の皆さんに要請をします。そして、菅谷さんからお話がありましたが、75歳以上患者負担2倍化阻止、波状国会行動が明日からですね、8日、16日、22日と取り組まれます。そしてこの国会前行動は、次回4月21日です。その前に、同じ日ですが、午前11時から4.21 命守る緊急国会行動が組まれています。こうした行動を大きく成功させていこうではありませんか。それでは、最後にプレスコールをお願いしたいと思います。日本自治体労働組合総連合、自治労連の中央執行委員、小原哲也さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。それではプレスコールを行いたいと思います。ですが、声を出してはですね、昭和は出しませんので、私の方で読み上げて、途中で一泊置きますので、その後行えとかやめろとかっていうところで、皆さんで拳を突き上げて国会にアピールしたいと思いますが、いかがでしょうか。それでは行きます。デジタル関連法案の徹底審議を行え。企業の儲け、個人データの利活用はやめろ。個人のプライバシー権を保障しろ。住民サービスの低下は許さないぞ。行政サービスを拡充しろ。マイナンバー制度を拡大するな。コロナ対策逆行の病床削減推進法案、許さないぞ。高齢者の医療費
窓口負担2倍化。反対。反対。これ以上患者負担を増やすな。増やすな。富裕層や大企業にこそ大分な負担を求めろ。軍事費削って社会保障を拡充しろ。国民監視社会に道開くデジタル関連法案阻止、病床削減推進法案、高齢者医療費2倍化法案反対。憲法を生かし、命、暮らし、最優先の政治の展開に向けて戦うぞ。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 ありがとうございました。ありがとうございました。これにて本集会終わります。